はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、型のアラベスクが残り21周ですね。前走 WBC では3着に敗れ去りました。WBC クラシックって、2000ということもあって結構相手が集中するのかなという気はします。さてと、夏ですね。夏は凱旋門賞も狙ってみますか。ディープインパクトが出るんですね。もちろん C で。10周もあるのか。厳しい調教をわざとして、お、これ先行に戻してた。パートナー調教ですね。ちょっとあえて2周放牧して。いや、3周かな。密を高い調教したいですね。これ入球。調子回復か。これであと2周か。あ、調子落ちた。パートナー調教やりたいけどな。となると4キロプラスの、ああ、なるほど。これ疲労回復なんですよね。はい、馬体重を調整バッチリですね。かなりハードな調教を行いました。吸収、使っちゃいましたが、凱旋門賞へアタックです。ディープインパクトも出てまいります。おっと、1.3 倍。この凱旋門賞 1.3 倍ですね。2番人気がディープインパクト。3番人気がハリケーンランということで、1から6、8かな。9も買っとかないとあかんか。で、6、9。このあたりですね。さあ、いよいよ凱旋門賞。今回は9頭立てと小頭数ですね。1枠1番。これは、直線が短い中で有利なんじゃないかなと思います。世界中の競馬ファンの注目が、ここ、ロンシャンに集まっています。凱旋門賞、いよいよスタートです。まあまあのスタートかな。まずのスタートかと思います。果たして何が行くのでありましょうか。腹を切ったのは9番アイリッシュウェルズ。シロッコ。注目は何といっても肩の荒べつく圧倒的な人気。6番ハリケーンラン。そしてその後ろからレイルリンク。それからもう1頭シックスティーズアイコン。3番ベストネーム。すごいな、この遠くから見た景色。意外とロンシャンって後ろに山があるんですよね。そして勾配がきつい。これを坂を下っていきます。まだですね。さあ、外に持ち出したよ。残り 400m。いい背足。6が来た。さあ、シックスティーズアイコンも来てるが、強いです。圧勝ですね。横綱相撲。やりましたね。素晴らしい勝利です。これで次は、さあ、デイリーガチャもやらないといけない。はい。というわけで、カタラレベスク無事ですね、凱旋門賞を勝利することができました。次はですね、WBC ターフかなに挑戦して、これを勝つことで、SWBC へとつなげて、これで引退レースになると思います。はい、そちらで、優秀の美を飾ればいいかなと思っております。はい、ご視聴いただきありがとうございました。はい、いつもの通りチャンネル登録、高評価、コメント、SNS など拡散歓迎しております。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載しております。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。お時間がありましたら見ていただきまして、プレイリストについては、そのプレイリスト動画一覧の右上にですね、そのプレイリストのを、自分のチャンネル追加できるボタンがありますので、よろしければそちらもクリックして、プレイリストをブックマークしてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。